ヤシカのカメラ製品一覧は、ヤシカのカメラ製品の一覧。全身である、発愁製器、発愁工学製器の製品、ヤシカを、吸収合併した、京セラのカメラ製品を含む。なお、ヤシカと京セラのコンタックスブランドのカメラ製品に、関してはコンタックスを参照のこと。ヤシカマット1 2 4 g 6 x 6カメラ 66cm 半、二眼レフ。多数の機種があり、 しかも名盤に単に、ヤシカフレックスとしかない機種が多く機種特定は、困難である。ヤシカフレックスは E44cm 半に、ガンレフ。レンズマウントは、ライカエルマウント。交換レンズに関しては、ライカマウントレンズの一覧ヤシカ参照。ヤシカ35シリーズヤシカ最初の 35mm、レンズシャッター式、レンジファインダーカメラシリーズ。 ヤシカミニスターシリーズライトバリュー式の露出調節方式が特徴の非連動露出系搭載の高級シリーズ。非連動露出系ではあるが、ライトバリュー露出系と機体の操作方法を理解すると、プログラム露出と同等のコントロールが可能である。ヤシカリンクスシリーズ連動露出系を搭載した最高級シリーズ。1 1000秒という当時のレンズシャッターとしては、最高速のシャッター速度を誇り回1.8という明るいレンズを搭載している。ヤシカ J シリーズ普及シリーズ。ヤシカフラッシュオーセットシリーズ AG-1 先行電球ソケットを内蔵し、フラッシュ撮影に特化した固定焦点、鍵、EE カメラ。ヤシカハーフシリーズハーフ版のシリーズ。距離計がないので厳密には、 レンジファインダーカメラではない。ヤシカエレクトロ35シリーズ、ロウソク1本の光でも映るカメラを目指し、長時間露出性能の高い電子シャッター仕様の絞り、優先 EE を採用した、ライカハン EE カメラで、初期は、キャノンの、キアノネットなどシャッター速度優先 EE カメラ、中期以降は、コニシロク写真工業の、コニカシー35シリーズなどコンパクトな EE カメラが、 事実上のライバル機となった。自動露出機能を持った EE カメラブームの中で初めて積極的に電池電源を活用した設計を採用。機構の簡略化と信頼性の向上を実現し、世界で約500万台を販売した。回1.7の大口径レンズ、ヤシノンデラックス、カラーヤシノンデラックスと2分という長時間露光から1。 500秒の高速シャッター表示まで備えるコパル製、コパルエレク電子シャッターを搭載、暗い場所での撮影を得意とした。機体デザインは GK インダストリアル研究所。落としても壊れないが、キャッチフレーズで牛山義正社長自らテレビに出演して、カメラを落として見せるパフォーマンスを披露し話題を呼んだ。電池はこのカメラのために作らせたと言われる。 高電圧を出せる HM-4 ノルマル、積層水銀電池を使用。ヤシカエレクトロ 35GSN ヤシカエレクトロ 35CCN コンパクトシリーズコンパクトカメラが、一気に普及してカメラはより小さいものが好まれるようになり、さらにコニカ C35EF の登場から、明るい、大きなレンズは姿を消し、暗い場所でも失敗なく撮影できる。 エレクトロニックフラッシュがカメラに内蔵されることはもはや当たり前になった。操作も簡便なものが好まれるようになり、レンジファインダーからゾーンフォーカスが主流に変わった。ヤシカ 35MF ヤシカオートフォーカスシリーズ、ヤシカ MG-1 までの金属製、コンパクト E カメラ機から一転し、ヤシカエレクトロ35時代から引き続き、小西録写真工業に対抗する形で、 プラスチック機体のオートフォーカス時代に突入した最初のシリーズ。京セラ、ヤシカ T シリーズヤシカオートフォーカスシリーズをベースに、カールツイスのテッサー、バリオテッサーレンズを搭載した高級版後継シリーズ。手軽さとレンズの良さが評価され、京セラのカメラ事業末期まで生産が続いた。京セラ侍シリーズ EE カメラ前世紀に一般的だったハーフ版を久々に採用した。 オートフォーカスカメラで、コンパクトカメラながら一眼レフ構造を持つ、ブリッジカメラの一つ。右手で握るビデオカメラ風の独特の形態と、坂本隆一や郷ひろみが出演したテレビ CM で、話題を呼び、左利き用のモデルも並行販売した。明快な操作性が評価され、厳しい商品テストで知られる総合生活雑誌、暮らしの手帳が、 オリンパスペン EE-3 以来の使いやすいコンパクトカメラとして推奨した。サムライビデオ8なる 8mm ビデオムービーを発売したこともあった。京セラキャンパスシリーズ京セラヤシカ T シリーズから派生の中級機種。京セラ P ミニシリーズ海外では主にミニーテックシリーズで展開。京セラリンクスシリーズ海外では主にマイケロテック。 ミクロエリートのシリーズ名で展開、ヤシカズームメイトシリーズズームメイトシリーズから国内でもヤシカブランドが復活した。販売地域によってラインナップが異なる。また、国内のキャンパスシリーズの一部モデルが海外ではズームメイトシリーズに含まれている。さらに一部のモデルはエリートズームシリーズとして複数のモデル名で販売されていた。 強セラズームテックシリーズ比較的レンズが明るい上位機種。一部の機種はウエスト電気からの OEM。海外ではズームテック以外にイージーズーム、センセーションズーム、イメージ、ズームと複数名で展開している。ヤシカイージーシリーズズームメイトシリーズの後継シリーズ。強セラ世代は国内ではイージーズームとイージー105ズームの2機種のみ。イージーシリーズは JNC データムテックインターナショナルが生産するフィルムカメラやデジタルカメラに継承されているが、強セラ製の e ージ y シリーズを元にする後継モデルはない。ヤシカトルコリラスーパーヤシカトルコリラエレクトロ専用の強セラ AF マウントを採用。もともとオートフォーカスコンタックスマウントとなるはずの規格だったため、フランジバックはヤシカ ML コンタックス RTS マウントと同一。 オートフォーカステレコンバーター1.6倍を介すると、ヤシカコンタックスマウントのレンズが装着可能となり、サイスのレンズでオートフォーカスができると話題になった。国内向けは強セラブランド、海外向けはヤシカブランドで発売された。国産2眼レフカメラ最終機種は1982年発売のマミアフレックス C330 プロフェッショナル S。同時期の利口。 富士フ,フィルムの8ミリビデオムービーも同じソニー OEM を主にしか、ヤシカ 107MP は香港製。ありがとうございます。